こんにちは。あやのです、す一部を見てくださってありがとうございます。東京に戻ってまいりました。皆様ご機嫌いかがでしょうかはい、えー。今日はですね、三軸、三軸。 えー、そして自分塾についてお話ししたいんですけれどもまずは、えー、お知らせをさせてください今週の土曜日1月30日に一線角ヒーリングを執り行います下ろしていくエネルギーはニキシズです、えー、天の川銀河に宿っている象徴的なエネルギーですそしてテーマは踏み出すです、えー、概要欄にですねお申し込みのリンクや今回のヒーリングのテーマについて少し載せておきますのでそちらお読みになって是非たくさんの方にご覧ください ご参加しててていいいたただきたいと思いますさてさて今日はですね、えー、その自分軸っていうことについてお話ししたいんですけど聞いたことある方もねあの多いんじゃないでしょうか自分軸をで別にスピリチュアルな、えー、人だけの特別な言葉じゃないですね何か例えば生き方である自己啓発だとか。 まあ、あとは、何だろうな、宗教的なこととか、心理学とか、まあ自分塾、他人塾っていうようなことは、聞いたこともある方も多いと思いますけれども、 なんでこの話をしようかと思ったかっていうと、さっきね、瞑想してたんです私。それで、うーん、年季シーズとね、エネルギー調整始まってますから、瞑想状態に入った途端、やっぱりあの、すごく感じて、で、年季シーズと少しちょっとしたエネルギーワークみたいなことをしたり、えっ、ー、と、地球にね、ヒーリングの今を届けたり、そんなようなことをね、ちょこちょこやってたんですけど、自分をね、整えてる時に、 ああ、ニュートラルになっていくって、こういう感覚なんだなっていうイメージとか、そんなようななんかキーワードとか、こうパラパラパラってこう感じたんですよね。あこれは皆さんにお伝えするために私に今、あのもたらされてるんだなっていう風に感じたので、お話ししたいと思います。で、まあ、瞑想中に受け取ったね、そういった言葉やイメージだけじゃなくて、 まあ、私が、えー、勉強してきた、ねえー、こととか経験したことなんかも混ぜてお話ししていきたいと思います。そして、じゃじゃじゃん、今日はクリップボードでやりたいと思います。ホワイトボードじゃないですけど、えー、自分軸ですね。自分軸っていう、えー、キーワードでやりますが、ちょっとまずね、書きたいと思いますね。また、えー、あの、絵心のないやつですね。えー、少々お待ちください。 <laughs> こんな感じで私たち立っています。自分軸って言うと、まあ、このセンターラインね、スッとなんかさ、一本筋が通ってるとかさ、まっすぐしっかり立ち上がってるとかね、そんなイメージあると思いますけど、そうは言ってもさ、いまいち具体性に欠けると思いませんかうん、まっすぐ立つってどういうことだよって、えー、と私たちは、あの、分離、分離っていうかさ、対比の世界に生きてるから、 こうじゃないのが、こうだからまっすぐなんだなっていうのを感じられるんですよ。何にも、えー、比べる対象がなければ、これだってまっすぐかもしれないですよね。だけど、これがずれていて、これがまっすぐだっていうふうに初めて認識できるので、何だかのね、対比、対象物。 があって、初めて自分がまっすぐ立ち上がってる、一本筋が通ってる、エネルギーがスッと流れてるとかね、そういった自分軸っていうのにつながっていくと思うんですけれども、まずはですね、それを知るために、三軸ですね。三軸っつうものをお話ししたいと思います。えー、何から行こうかなわかりやすいのは、じゃあ、うーん、 こうですね左右ですね。はいハートのど真ん中をまあ、左右にねうん自分の横ですね横軸っていうことですね。そしてまあちょっともしかしたら画面判定してるかもしれませんが右左っていうこんな感じですね。あっッチリり判定しちゃってますね字がね。はい失礼しました。ごめんなさい見づらいですけどこのままいきます。よくさ 人の意見に左右されるとか、天候に左右されるとか言いませんかうん。ってことは、右に振られ、左に振られ、こういうふうにね、自分が横にスイングしてるような状態ですね。で、まあ真ん中っていうのは自分のハートセンター、ど真ん中ってことなんですけど、 例えば人に左右されるってことは、あの人はいいって言ったけど、この人はそれに否定的だとかさ、いろんな人の意見ですね。えっ、ー、と、こういうふうな常識が、10年前はこうだったけど、今はこうだったとか、そんなこともあり得ると思うし、国によって、うん、これが良しとされてるけど、この国に来たらこれはタブーだとかね、そんなことがいろいろあると思うんですよ。そんなふうに、えー、いい悪いとかね、あと人の意見とか、 まあ、そういうものに左右されるっていうのがこれですねはい。次、えー、前後軸いきましょう、えー、ここからですね立方になってきますから難しいんですけど前後ろ <laughs> 大丈夫ですか今回ちょっといい感じになるんですかはい。前後軸ですね。前と後ろ、自分のハートセンターね。ここのセンターハートからして、前。そして後ろ。この縦に走、縦っていうのかな縦じゃないですね。前後。前後に走っているこの軸があるとして、 前っていうのは自分の目の前に広がっているものですから、まあ、えっ、ー、と、未来とかね、この先のものですね。そして、後ろっていうのはもうそのまま過去ですね。で、今、この瞬間っていうのはこのど真ん中。 え、前と後ろのこの突き抜けてる自分のハートのここです。だから今この瞬間っていうの、これがど真ん中ですね。はい。えー、例えば、じゃあ前後軸がブレてる、いわゆる前につんのめたり、後ろ髪を引かれてるような状態ですね。それってすごくわかりやすいと思うんですけど、 過去に何かあったことによって、後ろ髪を引かれる思いとか、あれやっとけよかったなとか、あ、これやっちまったなっていうのの後悔ですね。後ろに引っ張られてる状態ですね。それが軸が、まあ、後ろに傾いてる。いわゆる一歩前に踏み出すのが、えー、怖いなとかさ、不安だなとか、勇気が持てないなっていう状態が、自分の軸が後ろに行ってる状態ですね。何かに、こう、ストップかかってたりとか、うん。 えっと、なんだろうな、なんか拒絶してるとかね、そんな感じもあるかもしれないです。で、次。えー、これ、まあですね、未来。うつのめちゃってる時ですね。今この瞬間の自分を飛び越して、えー、なんだろうな。 例えば、こう着実にね、一歩踏み出していく。うん。えー、しっかりと自分の足で、えー、歩んでいるっていうね、そんなのはない、ああでもない、こうでもないって考えて、先のことばかり、今のことをおろそかにしてね、前に通めちゃってるっていうね、おっとっとっていう状態ですね。えー、自分の歩みがね、えー、しっかり伴ってない状態ですね。 それが前につめてる。まあ前後ですからこういう風にね、前に倒れた後ろに倒れたりする軸。これがバランスが取れて今この瞬間にいればまっすぐだっていうことですね。さあ次、最後3軸目の3つですね。えー、次はですね、もうわかりますよね。前後左右と来たら、あとはこれですよ。ピピピピピ,ピ。 上下ででですすねねはいい天と地を結んでいる縦軸です、ね、まあこれは天っていうとあのなんだろうな上にあるのがさ、うん、いいとか下,下にあるのが例えば高次元低次元とかさあ宇宙とさ大地とかまあそんな風に思うかもしれないですけどまあ、こういうね上と下っていう見方は私たちは地球にいて重力を感じているから初めて下地っていう感覚があってで それに対して、まあ、その重力がかかってるところに対して立ち上がってるから上が点というふうに思ってますけど、宇宙、宇宙的な視野で見たら上も下も本当はないんですよ。はい。あ重力がなくなれば、えっ、ー、と、上下のね、えー、感覚っていうのはなくなってきますけど、とりあえず私たちは今地球に生きていますから、上下っていう軸ですね。これが、ま、自分のど真ん中を貫いている。で、 あまあ、よくさ、大地にしっかり足がついてる状態ね。それはすなわちそのまんままっすぐ立ち上がっていて、そういった自分の、えー、工事の状態であるとか、宇宙的な、まあ、天ですね。地に、えー、対してか、えー、感じられるその上の領域ですね。まあ、そういった天、地みたいなね。でまあ、ネイティブアメリカンかなんかで言うと、ファザースカイって言います。空のことは、父とか言いますね。で 大地、えー、ですね。は、マザースとかって、グランドマザーとかって言ったりするので、まあ、上が男性性、下が女性性って、その風に考え、感じることもあるかもしれません。とにかく、えー、今お話ししたのは、左右、そして前後、そして上下ですね。この曲線を伴っている、ど、どこにも、前にも後ろにもつんのめってない、右にも左にも引っ張られてない、触れてない、揺れてない、 して、上にも下にも、えー、う浮いちゃってもいないし、足を引っ張られてる状態じゃなくて、均等に全てを、えー、見渡しているのが、このハートセンター。これが、 え、整った時点で初めて自分軸っていうものがスッと流れている。そんな状態なのかもしれません。はい。自分軸って一体どれなんだよって、その何軸なんだと思うかもしれないけど、まあ自分軸っていうのは今この瞬間の、えー、エネルギーが整っている自分っていうことだと考えていただければいいかなと思います。まあ、私これたまたまさ、 ハートセンターで書いたけど、この丹田というふうに思ってもいいかもしれないし、うん。えー、その、ここのね、胸のど真ん中をついてないと、えー、三時間整ってないとか、そういうことじゃないです。これはあくまでもイメージとして捉えていただいてもいいと思います。これなんですよ。で、例えば、自分ブレてるなとかさ、何か迷ってるなとか、うーん、なんだろうな、なんかこう、うん、うまくいってないなとかさ、 何かこう違和感を感じるなとか、あとは葛藤してることとか、えー、選べないでどうしようかなっていう状態とかね、まあいろんな時があると思います。そういう時によくさ、うんと自分の心に聞きましょうとかさ、自分軸でそれを選択しましょうとかって言ってるけど、だから自分軸っていう風にしちゃうと具体,的具体性がないから、この3つのね視点を持って、 えー、考えてみたらいいんだと思います例えば何かを決めるうんって言った時に誰かの意見両方 に固あの両方ああるからねこうあのの人人はいい言言っったたこそれに傾いいてないかなかそういう時は、あの人はこう言ってるね。うん。この人はこういう見方をしてるね。さあ、私はどう思うかなっていうところをこのハートに問うんですね。次、前後ですね。あの時失敗しちゃったから怖いなとか。でも、未来はこんな風かもしれないって想像します。そして、今この瞬間、自分が何に価値を感じるかですね。ワクワクするっていう、そういう感覚でもいい。 いいと思うしなんか自分の中からさこうなんか情熱とか衝動とかエネルギーがバッと上がってくるなとかそれでもいいと思いますけれども、まあ、自分の経験とそして未来のビジョンと両方をしっかり見た上で今この瞬間何を感じてるかっていうことですねそしてリアリティを持って自分の神聖さをしっかり受け止めてっていうような状態でうん。 えー、そういう視野ですねとか視点っていうのを持っていられると、えー、スッと立ち上がってる自分軸がしっかり、えー、整っているそんな風なことなんじゃないかと思いますせっかくだから三、えー、軸とか書いてみようかな反転しちゃうんですけどねどうでしょう やっぱり反転しちゃいますね。やっぱりっていうかね。はい。このね、三軸の自分のさ、こうバランスっていうのを少し観察するっていうのもすごくいいんじゃないかなと私は思いますね。はい。で、えー、例えば朝起きてさ、うーん伸びをするとかさ、なんかもしかしたら簡単なヨガをする人もいるかもしれないし、 瞑想をね、する時間を、あの、がっつり本気じゃなくても、えー、一日のどこかで5分とってますとかさ、いろんな方いらっしゃると思います。まあ、お風呂に入ってる時でもいいけれど、そういった時に自分を少しね、こう見、見返したりする時に、左右ね、なんかちょっとこういう風になってないかなとかさ、なんかこういう風になってないかなとか、あとはまっすぐね、しっかり地に足がついてるこの、 自分の足の裏の感覚あるかなとかさ、うん。自分のこのね、高次元のね、このチャクラがしっかり、えー、上を向いてるかなとか、そんな風なイメージで自分の三軸っていうものを、えー、見たり観察したり整えたりしてもいいんじゃないかなと思います。いかがですかなんか少し参考になったらいいと思います。 えー、私がね、常日頃感じているのは、スピリチュアルな人たちって似たような言い回しをね、してます。自分自を持ちましょう。ワクワクに従っていきましょうとか。だけど、それをそのままね、うん、そうなんだって言って、素直にね、それを受け入れるって素晴らしいことだけど、自分にとってそれってじゃあどういうことですかいわゆる人に説明できるほど、納得したり理解したり、振り落ちてますかっていうことが、やっぱり、えっ、ー、と、その人のスピリチュアリティ、冷静の、 うーん学びの状態を表せるとと思うんんででですすねだからどどなこももいいですけれども自分軸とかって言われたら、それってどういうことなんだろう自分にとって自分の軸が一本通ってるってどういう状態なんだろうっていうふうに少し深めていったりとか、またそれを自分に問いかけるとかっていう、まあ、結局は最後は自分の中の作業なんですね。まあ、これぞ内観ってことだと思うんですけど、それをね、していくと、 人が言ってることも、ああ、そうなんだっていうふうに自分の視点を持って理解するとか、そのこともできるかもしれません。はい。何かのね、ご参考になったら嬉しいです。どうでしょうこの前、このいつだっけな、ずいぶん前に書いたハイヤーセルフのあの図解よりはずいぶんいいんじゃないでしょうか。はい。じゃあ、最後まで見てくださってどうもありがとうございます。